ございます。メラミです。マジラクステーションマネーステートホーン。はい、というわけで今日はですね、ちょっと外に来てます。すごい快晴なんですよ今。そんなわけでですね、はい、今日は私たちのね聖地、はい、新宿2丁目に行く行き方と、はい、新宿2丁目に着いたらえめぐりっていうお店がありますので、そちらのインフォメーション動画みたいなのを撮っていきたいと思ってます。今はですね、新宿東口にありますアルタの前に今来てるんですけれども、アルタをまっすぐ歩いていくだけなんで、これで迷うんだったらあなたは本当に頭がおかしいかもしれないですよ。はい、まあそんな感じで歩いていきたいと思います。はい、それではレッツラゴースタート。本日の動画は新宿アルタ前から新宿2丁目、そしてアニソンバーエメグリへの行き方をご紹介。道のりはなんとただひたすらまっすぐ歩くだけ。どれだけ簡単かその目で確かめてください。なんか一緒に歩いてる気分でいいんじゃないって、誰が俺喜ぶんだって話。そんなゆいさんの言葉を無駄にしないように、ぜひ一緒に歩いている気分で楽しんでください。こちら伊勢丹、伊勢丹の隣を通り過ぎます。丸いでございます。バルトナイン丸いアネックス。もうすぐ着きますよ2丁目。多分5分、早い。5分10分ぐらい。10分も歩いた。違う、あ、7分だ。そう7分歩いてる。そうなんだ。女盗賊の、ね、あ、足技だったら多分5分ぐらい。ドラクエの中で忍び足。そうそう、博多天神の前を通り過ぎますよ。博多天神が左側にあって、その反対側にスターバックスがあるんですけれども、左手側に博多天神、右手側にスターバックスがある交差点があるんですけれども、そこを左に曲がります。そうすると2丁目に入りました。ゆっくり歩いて10分ぐらいでたどり着けるってことだね。シャインマート、なんか待ち合わせするんだったらシャインマートみたいな。そうですね、目印がシャインマート。コンシェルジュがあるビルですよ。で、中通りの交差点を通過して左側に札幌屋というラーメン屋さんがあるんですけど、ここを左に曲がります。そしたらもうね、すぐ着きます。10分43秒。到着しました。イエーイ。第二天下ビル。
はい、到着しました。では店内に入っていきたいと思います。新宿2丁目にある第二天下ビル、少しだけ長い階段を上り切った先に見える緑の扉が目印のお店、誰もが楽しめるアニソンバーエメグリの入り口。扉を開けるとそこには、いらっしゃいませ。美人なママがお出迎え。感染対策もバッチリ施されている、安心安全に楽しめるアニソンバーです。 36.1 度です。はい、到着しました。はい、先ほども見ていただいたと思いますけれども、感染対策とかもしっかりやってますので、はい、パーテーションとかも用意してね、はい、あの隣の人にね、あの汁が飛ばないように汁が飛ばないようにそんな感じでやってますので、ぜひぜひあのご来店もお待ちしてるのと、はい、あの本当によく聞かれる質問とかに、うん、はい、紹介をしていきます。うちのお店なんですけども、めぐりアニソンバーとして経営をしてるんですけれども、あのアニソンが好きではない、アニメが興味がないっていう方でも全然来ていただいて大丈夫ですので、これ本当によく聞かれるんですよ、うん、アニソンバーなんでしょみたいな、うん、アニソンバーなんでしょって線引きをされてるアニメ知らないしみたいなね。だから別に、ね、逆にアニメの話少ない日も多かったりとか、まあその日にもちろんよりますけれども、うん、基本あの誰でも入れるところなので、変な人ではなければはい、来れますので、はい、うん、あと簡単にね料金説明をしたいんですけれども、はい、じゃん、まずですね、新宿2丁目という場所にありますので、まあ基本的にリーズナブルなんですけれども、はい、2種類しかないです、種類としては、うん、ボトルを入れていただいてセット料金が発生するバージョンと、1杯ずつ飲むバージョン、ショットバージョンですね、その2種類しかないですね。はい、はい、で、ボトルを入れていただく方はボトルの料金がもちろんかかります。でも、だいたい高くて6000円ぐらいです、うん、でそれにボトルを入れていただくとセット料金が発生します、はい、でセット料金はゲイの方、LGBT の方は1800円プラス、はい、でこれのみしかかからないですね、うん、で安い、のんけの皆さんはプラス、新宿2丁目という場所に足を踏み入れてしまったので、はい、プラス500円かかりますこれは、まあ、ある意味礼儀みたいなもんですからね、まあ、そうですね、本当に、うん、500円で文句言う方はガタガタ言わないで、さっさとじゃあ帰ればいいんじゃないでしょうか。居酒屋に行ってらっしゃい、はい、行ってらっしゃいはい、そんな感じでですね、その2種類しかありませんで、はい、割り物がうちの店はかからないので、基本このボトル料金とセット料金、この2つが合わさった金額しかかからないですね、うん、そうですね、はい、ボトルがなくなったら、そうですね、この料金をもう1回プラスみたいな感じですけど、まあ、まあそんなにね、まあ、ねそこまでね飲むこともあるかどうかはわからないですけど、うん、で、ボトル料金ではなくてショットで飲みたいっていう方は、はい、チャージ料金がちょっとだけ発生しますね、はい、とりあえず1杯目だけチャージが500円かかります、はい、プラス、飲み物代がドリンク代が全部900円なので、はい、とりあえず最初は1400円ですね。そうですね、1400円かかります。でその1400円に、2杯目飲むんだったらプラス900円ずつこうやって積み重なっていく感じですね。そうですね、でも本当に10杯飲んでも、うん、9000円、そう、そう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 だ、ね、だから10杯飲んでも1万円以内で飲めるんですよ。そう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 、で2丁目は来たことない感覚で高いと思う人もいるんですよ、これでも、うん、900円で、でも私たちの接客ぞ込みですからね、はい、そうですよ場所プラス接客込みの値段なので、はい、うん、それが嫌な方は缶ビールを買って お家に帰ればいいです。いやでも本当に、ね、でも本当に料金説明して帰った人もいるもんね。いらっしゃいますね。高いっつって、そうそう、居酒屋とは違うので、高いとか言ってシャシャラって言っていや本当にそうなんですよ、そうそう、あくまでもねバーですからね、はい、そうです、接客込みの料金っていう感じになってます。そうなんですよ、はい、私たちがずっと無言だったら怒ってもいいかもしれないけど、うん、そうだねはい、まあ、そんな感じでその2種類しかありませんので、はい、ぜひぜひね、2丁目に来たい方は来ていただいて楽しんでいただけたらいいなと思います。全力で楽しませます。はい、はい、とメラミさんがおっしゃってますはいはい、まあそんな感じでですね、はい、今日はエメグリに来る、ね、道順とエメグリの紹介でございました。はい、なんかね他に聞きたい質問とかそういったことがあればぜひコメント欄の方に
書いていただければね、はい、いつかお答えできるかと思いますので。はい、でもこの動画をお届けしてる時もまだ緊急事態宣言中なので、あ、そうですね、はい、さなかですので、開けたらぜひこの動画を参考にして、うん、ご来店お待ちしております、はい、詳しくはツイッターをご覧ください。はい、はい、そんな感じで皆さん、それではさようなら、さようなら。